イグナーツ・シュパンツィヒは、オーストリアのバイオリニスト。シュパンツィヒは、ベートーベンの師、友人であり、アンドレー・ラズモフスキー伯爵の私設弦楽四重奏団を率いた。シュパンツィヒと彼の四重奏団は、ベートーベンの弦楽四重奏曲、特に後期作品を多く初演している。彼が1808年の暮れに創設した、ラズモフスキー四重奏団は、プロの楽団としては、初めての弦楽四重奏団だったと考えられている。この楽団が生まれるまで、四重奏曲はアマチュアやプロの音楽家が必要に応じて集まって演奏されるのが主であった。シュパンツィヒはウィーンに生まれた。父はテレジア軍事アカデミーの教授を務める人物だった。当初はビオラを得意としていたシュパンツィヒは21歳の誕生日を迎える前にビルトオーソビオラ奏者、バイオリニスト、そして指揮者となっていた。彼はベートーベンにバイオリンのレッスンを施しており、その後二人の友情はベートーベンの死まで続くことになった。四重奏曲の演奏、作曲に関する伝統が移行期を迎えることになったことには、シュパンツィヒが四重奏の演奏に身を投じたことが大きく影響している。ベートーベン以前の時期には、四重奏曲は腕のいいアマチュアやプロの奏者の技量に頼り、数回のリハーサルを経て演奏されていた。ベートーベンの四重奏曲には、技術的に困難な箇所が多く含まれていたため、入念なリハーサルを行わずに完全に演奏することは不可能だった。こうした困難さにはユニゾンで奏する複雑な奏句、クロスリズム、ヘミオラ、そして音調に特別な注意を払うべき難しい和音などがあった。シュパンツィヒがベートーベンに対して、ある難重なパッセージについて、不平を口にすると、ベートーベンは、こう応じたとされる。音楽の女神が舞い降りたとき、私が君の惨めなフィドルのことなどを気にかけると思っていたのか。ラズモフスキー四重奏団は、ベートーベン以外の作曲の作品の初演も手掛けている。シューベルトは、弦楽四重奏曲第13番、ロザムンデをシュパンツィヒに献呈した。シュパンツィヒは、若年期にはハンサムであったと伝えられるが、後年は深刻な肥満体型となっていた。ベートーベンは彼の肥満をからかって、我がファルスタッフ卿と呼び、コミカルな短い合唱作品、シュパンツィヒはならず者だシュパンツック・イスト・アイン・ランプ、WoO.100 を作曲して彼に捧げた。この曲のスケッチは、ピアノソナタ第15番の自筆譜の余白に書き込まれている。伝えられるところによると、晩年のシュパンツィヒはあまりにも指が太くなりすぎたため、楽器を正確な音程で弾くことができなくなったという。彼は、麻痺を患い、ウィーンで没した。注釈出典。ありがとうございます。